アンガルトも危ないからということでパラオ本島の方に避難ということで、うちの父がそういう引率の役みたいなものを役目でパラオの方に残された家族を連れて行ったということですね。会社関係の方々の、でも父親は結局引率されて、引率して私たちパラオに着きましたらすぐ会社の残務整理ということでアンガル島に帰っていったんですね。父自身もアンガル島に着くまではそこで軍人になるとは思ってなかったと思うんですよね。会社の残務整理をして、で再びまたこの留守家族の面倒を見に帰ってこれるものっておそらく思ってたのでは、これは私の想像ですけど、今になって思いますと多分父はそういうふうに思ってたのではないかな。まあこんなに戦争が悪化してるとは思わなかったでしょうから、そのまま入隊っていうふうになったようです。今でもそうですけど、父の尻目っていうのは見てないわけですよね。大好きなおじさんのように目の前で傷を負ったとか、そういうあれを見てないもんですから、母もそうですけど、まあ南方方面で戦死された家族はみんなそうだと思いますが、どこかで生きていてくれるんではないか、例えば南方方面で捕虜になってハワイまで連れて行かれて、1、2年経って沖縄に帰ってきたとか、でそういう話もざらにありましたのでね、ひょっとしたらそういう捕虜に取られていた、いるかもしれない、そういう希望があります。私の中でまだどこかで生きててほしいっていう思いがあるんですよ。まあ父は明治38年生まれですから、元気でどこかに生きてたとしてももう100歳ぐらいになってるんですよね。それでもどこかで生きていてほしい、欲しかったって言いますかね、そういう思いをずっと引きずって今日まで来てます。これはもう戦死者を出した家庭の人はみんなそう思ってると思うんですよね。食料事情がもうすごく悪いもんですから、マングローブの実、その実を取ってきて、とりあえずそれを炊いて餅のようにこう丸めまして茹でて、それを食べたことがあるんですね。そういうものを食べたもんですから、本当にもう死んだように、死の淵をさまよったと言いますか、家族みんながそういう状態で大変な状態になったことがあるんですね。食料事情が非常に悪かったんですね。ですからその頃の母の口癖っていうのはいつも戦争が終わって平和な時が来たら、沖縄に帰ったら白いおまんま銀飯のご飯をたくさん食べられるようになるから、もう少しの辛抱だから頑張ろうねっていうのが母の口癖だったんですよ。当時を生き抜いたお母さんたちっていうのは本当に強い日本のお母さんたちだなって思ってます。どういう状況にあっても子供たちをこう守り通すっていう信念ですね。そういうのがあったから私たちの今のこの今日があると思ってます。母に代わって食料を探してきてくれた姉、本当に7歳の姉が言うなり一家の食料を探し持ってみてくれたっていうことですから、本当に感謝してます。本当に辛かったです。その頃は直接この沖縄みたいに地上戦ではなかったんですけど、食料の面ではもう本当に極限な状態にあったと思うんですね。で軍隊の食料貯蔵庫っていうんですかね、そういうところの方に爆弾が落ちたらお米とか非常時に備えて蓄えてる軍のお米とかが焦げるわけですよ。焼け焦げるって、そうしますとその避難民もお腹空かせてますから、軍隊の目をこう気にしながらそういうお米をこうかき集めてきたりするわけですが、野の草と一緒に混ぜて食べました。その味っていうのはまだなんか喉に残ってるような
錯覚といいますかね、そういうような感じさえあるんですよ、あの小さい時の記憶ですけど。